シャトー・ムートン・ロート・シルト。シャトー・ムートン・ロート・シルトとは、フランスの有名なシャトー。ボルドーから北西50キロメートル、メドックのポーイアックにある。ロート・シルトは、ロスチャイルドのドイツ語読み、フランス語読みは、ロッチルド。同名の赤ワイン、シャトー・ムートン・ロート・シルトは、世界で最も偉大なクラレットの一つに数えられる。もともとは、シャトー・ブラン・ムートンという名で知られていたが、 1853年、シャトーを購入したナタニエルド・ロチルドにより、シャトー・ムートン・ロート・シルトと改名された。収穫と瓶詰めを共に自ら行ったシャトーは、シャトー・ムートン・ロート・シルトが初めてである。1855年のボルドーワインの格付けは、ブドウ園のワインの当時の歯科に基づいて決められていたが、シャトー・ムートン・ロート・シルトは、ただ一つの例外となった。ムートンの歯科は、 シャトーラフィットロートシルトと似通っていたにもかかわらず、第一級格付けからムートンは除外されたのである。当時のシャトー所有者のフィリップド・ロチルド男爵は、これを恐ろしい不正と評した。一般には、格付けの直前に、シャトーがイギリス人に買われ、もはやフランス人の所有ではなくなっていたからだと信じられている。シャトーの有力かつ強力な所有者による長年の ロビー活動の結果、1973年6月21日、当時農業大臣であったジャック・シラクが、ムートンに対して、第1級、プレミエクルへの昇格を認める、奨令署名するに至った。これは1855年の格付けを変更させた、唯一の例である、1856年のシャトー・カントメルルの追加を除く。これにより、ラベルの標語も変わった。 それまでワインのラベルにはとあったが、以後、となったのである。なお、シャトー・ムートン・ロート・シルトは、ボルドーの広い範囲で作られる、ネゴシアンブランドのムートン家でと、しばしば混同される。フィリップ・ド・ロッチルド・男爵は、年ごとのラベルのデザインを、その時々の著名な芸術家に依頼するという案を、思いついた。1946年以降、シャトー・ムートン・ロート・シルトのラベルは、 世界偉大な画家や彫刻家によりデザインされ、ムートンのイメージを重要で意義深いものにしている。今日に至るまでの唯一の例外は、2000年限定の金のエナメルのボトルである。1953年には、シャトー・ムートンの買収100年記念を祝うため、ナタニエル・ドロッチルド男爵の肖像がラベルに描かれた。1977年には、 イギリスのエリザベス2世とクイーンマザー、エリザベス王大号がシャトーを訪れ、訪問を記念する特別ラベルがデザインされた。ムートンの特別ラベルの歴史上、1年の間にラベルを2種類使用したことが使われたことが2度ある。1度目は1978年、モントリオールの芸術家ジャンイコールポール・リオペルが2種類のデザイン画をひそげした時である。この フィリップ・ドロッチルと男爵愛を両方とも気に入ったため、その年の収穫を二つに分けて、両方のデザインを使用した。1993年のムートンのラベルは、フランスの画家、バルチュスのデッサンで横たわる裸の妊婦が描かれていた。しかしこのラベルは、アメリカのアッテフに使用を拒否された。そのため、アメリカ市場に向けてのラベルのみ、 デッサン画が描かれるべき部分が白く残されることになり、コレクターは両方の種類を追い求めることになった。ラベルの絵の人気は、オークションでの価格に影響している。より古く、収集可能な都市と熟成具合とは噛み合っていない。シャトー・ムートン、ロート・シルトのブドウ園は、ボルドージ・ロンド側に至る斜面にあり、主に、カベルネ・ソ備にニオン種のブドウを産する。今日、 シャトー・ムートン、ロートシルトの203エーカーに及ぶ、ぶどう畑は、カベルネ・ソービニ・ヨンシュ、メルローシュ、カベルネ・フランシュ、プチベルドシュから成り立っている。ワインは、多くの大タンク、メドックには、このタンクを使用するシャトーは、あまり残っていないで発酵させてから、多くの新しい樽に移して熟成させる。1980年、シャトーは、ロバーとモンダビとの合弁事業により、 カリフォルニアのオークビルにオーパスワンワイナリーを設立すると公式に発表した。1990年代には、コーディボア大統領の指揮のもと、南北アメリカに大規模拡大し、会社の取引高のほぼ半分を占めるようになった。1997年、シャトー・ムートン・ロートシルトは、チリのコンチャイトロと協力し、マイポ渓谷に新しいワイナリーを作り、 カベルネ・ソー・ビニオン氏をベースにした良質な赤ワイン、アルマビバ、アルマビーバワイナリーをプロデュースした。1988年にフィリップが死去すると、一人娘のフィリピーヌド・ロチルド男爵夫人が事業を引き継いだ。2003年6月、シャトーはワイン博覧会の最後にフラワーフェスティバル、LA、フェイトで l f ルールを開催し、150周年記念を祝った。 2014年にフィリピーヌが死去、以後は彼女の3人の子供たち、カミーユ・セレード・ロチルド、フィリップ・セレード・ロチルド、ジュリアン・ド・ボマルシェド・ロチルドが、シャトーの同オーナーとなっている。カミーユとジュリアンは、監査役会長であるフィリップ・セレード・ロチルドと緊密に協力し合っている。1970年のヴィンテージは、1976年、パリにおけるワイン品評会で、 第二位の評価を受けた。これは、フランスワインの中で最も高い評価であった。日本の人気漫画、神の雫一巻の中で、トーミネ一世は1982年ヴィンテージのシャトー・ムートン・ロートシルトについて、その豊かなテロワール、ブドウの育った土地の徳に絡めて、ジャン・フランソワ・ミレーの名画、万象に例えている。 同じくワイン漫画のソムリエでは、行き詰まりに悩むパリの画家の話や、主人公と父の確執の中身が明かされる話で、このワインが登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。